どうもゴピです。というわけで今回はこちらの新フェスゲンのねラビリルを使っていきたいと思います。でこちらのキャラなんですが、多色寄りの性能をしてますよね。で26ターンの変身キャラということで、変身前が覚醒こんな感じです。はい、スキル3つあるんで、まあまあまああれですけど、ちょっとスキルが若干重たいんでね、ちょっとそこ大変ですが、スキルはね2ターン変身とかけて変身ということで、変身後こんな感じです。まあ5色強化3つあってガードブレあるんで、まああのね攻防力的にもねしっかり火力が刺していける、そういうキャラになってるんじゃないでしょうか。まあこの地味にねある毒耐性もいいですね。でスキルは4ターンで4ターンチーム内の5色強化によって、攻撃力が上昇ということで、まあ5色強化ってなかなか積みづらいけど、まあ本人がね3つあるんで、でこれちなみに確か1個につき15% アップなんで、まあこいつ1体で 45% アップ、まあ 1.45 倍ですね。まあ 1.45 倍でもね十分だと思うんですけど、まあなるべく持った方がいいんじゃないかという感じになっておりますね。はい、そしてリーダースキルは5色で軽減8倍3コンボ加算、軽減率は 35% です。で10コンボで 60% 軽減に攻撃回復3倍と、まあ回復3倍あるんでね耐久力はすごい高そうですね。はい、でまあ 35% 減と 60% 減あるんで、まあ実質 HP 大体 3.84 倍ということで、まあ結構耐久値は高めですね。でまあただ固定追い打ちがないんで、相方はちょっと気をつけないといけないですね。はい、というわけでちょっと今回ですね、ちょっと相方ねこうアテンでねやってみようと思います。はい、アテンがまあ神タイプ縛りありますがね、こっちもね参加さんあって、こっちあの固定追い打ちあるんで、はい、うん、そうですね。はい、まあ、というわけで、まあ、こちらの編成で、ね、ちょっとゼロ次元いきましょう。はい、パーティー編成、まあ、軽く紹介するとこんな感じです。リーダーが、リダチェンのビッグバンですね。はい、そしてプレーナーが、お邪魔お邪魔、10連ガチャドラと、そして前田刑事お邪魔無効感悪魔キラオーディン武器、そしてラフィーネが、ラジュア武器の無効感潜在、そしてカーリーが聴覚性、ガードブレオ、無効感遅延2つ戦国武器で、相方がアマジ武器の、まあ、遅延4つの攻撃キラーということでいきましょう。まあちょっとねお気づきの方もいらっしゃると思いますが、なんでラフィーネが入ってるんやっていう話ですよね。まあこれねちょっと一つ良くないことがあって、これねアテンね、これリーダースキル見てください。神タイプ縛りです。ラフィーネさん神タイプありません。ですがそれを加味したとしても、やっぱラフィーネはちょっと欲しかったんで入れました。はい、というわけで、まずヘイストをねこう2回かけていくと、まあ初手からね変身ができるということで、はい、行きましょう。そうちょっとねそこがあれなんだけど、一応ねそうなっても大丈夫なように一応編成組んでますんで、はい、まあ、そこはねそんな心配しなくてもいいかなって思っております。あのねというのもね、これさだってもう両方変身して、なおかつこれラフィーネのねサブ2倍エンハかければ、あのもう大体のねもう大体カンストするんだよ普通に。うん、だから別にアテンのね全パラ補正乗ってなくてもいいんですよ。まあただねちょっと怖いのが、あの全パラ補正だからねちょっと HP とかね回復の倍率にもねちょっと影響してくるんで、そこがちょっと怖いかなっていう感じですね。はい、まあただねでも大丈夫ですよ。うん、まあ大丈夫大丈夫、多分なんとかなります。はい、でまあここもしっかりとね、はい、全体攻撃落ち込んで乗っかっていくと、なんか初手からすごいサクッと進むね。はい、でこいつの攻撃はギリ耐えれますと。でリアチェーンは効きません。でここはねまあアテン使ってエンハかけて飛ばしますか。そうですね。はい、まあ今回の編成はだからあれだよね、別にそのラフィーネみたいに6色は組まなくていいからね。そしてこの回復力、やっぱこれじゃないですかこのパーティーの魅力は。さあというわけでここでねちょっと回復現象と操作短縮飛んでくるんで、まあちょっとここでカーリーのねこの戦国武器でまあ威嚇かけましょうか。それでラフィーネのねちょっとスキルを貯めていきましょう。でも言うてラフィーネもあと3ターンじゃん、早っ。うん、ここは適当にあの5色かけてねラフィーネのスキル貯めます。なんか序盤からすごいサクッと進んどるね。さあ今ちょっとラビリのねエーハーかけたんですけど、これが 2.05 倍ということで、まあ 2.05 倍あればまあ十分だと思いますね。はい、こんだけありゃいいでしょう。
さあちょっとパズルミスっちゃいましたが、これでねラフィーネ溜まったんで、じゃあしっかりこっからねこの操作短縮解除して、はい行きましょう。 OK。 まあ適当になんか闇とかの全体かけてあげれば良さそうじゃないですかね。ほら見て、まださラフィーネのサブ2倍エンハかけてないのに、ラフィーネすでに種族性16億出てるからね。そう、あのアテンの全パラ補正乗ってなくてもねちゃんとね火力出るんですよ。そうだからね、ちょっとやっぱラフィーネをねもう無理やり入れました今回。はい、まあそれ以外のねキャラ全員神タイプ持ってるんですけどね、ちょっとラフィーネだけ唯一持ってないけど、まあ大丈夫でしょうということで。まあただねちょっとアテンとねあの使っちゃうと、アテンと合わせて使うとねやっぱあれなんだよね、アテンがさあの神タイプエンハあるからね、ちょっとラビリルのねエンハを消してしまうっていうのがちょっと若干気になるところではありますが、まあまあまあそこはいいでしょ別に。さあというわけでね、火力はもうなんかマジでめっちゃ出てるのでね、マジで、うん。さあそしてここはプレーナ使って消せないとね、この吸収対策してます。さあこっからじゃあこれと、はい、さあ A 波の重ね合わせいきましょうか。これでね、まあやっぱ今回は光と闇が主体の編成なんで、ちょっとこの辺の色を拾っていきたいね。やっぱねラフィーねこうやって色拾えるからね、やっぱこいつはねもう絶対いるわ、必要、うん、このパーティーは必要な存在です。さあこれでしっかりと闇の全体をねかけていきまして、ちょっとコンボ数がしょぼいけど、まあ加算がねいっぱいあるんでこの編成、まあこれ多分しっかりと、倒していくと。はい OK。 さあそして5回です。ねここは、あーでも待って、あまあ大丈夫か、いやあこれさ、いやちょっとごめん、ちょっとここ俺あれだ、いや待てよ、うん、あまあまあいいや、マイラ使うわ、ちょっとマイラ使おう、ちょっとボルケーノがさあれしてくるじゃん、あのアシスト無効してくるでしょ。でさらにこいつ火力上がると多分このパーティーこいつの攻撃耐えられないから、ちょっとマイラ使って、そうだね軽減張っとこう。俺さなんだかんださ前田使うの初めてなんだけどね、なんで逆に今まで使ってこなかったんだろうね。このキャラさなんかすごいさ強いらしいじゃん、超転生のくせに。なのになんで俺なんかね、俺今まで使ったことなかったんだよね。ちょっとやっぱラフィーネのね悪魔染め多色しか使ってこなかったからね、ちょっとこいつの強さにね気づいてやれてなかったんだよね。ちょっとごめんな、今日お前がその日の目をね浴びる日だからな、お前の強さ存分に生かしてやるよ。そうここでねアシスト向こう飛んでくるんだよね。いやでもさなんかこれなんかあれこのまま倒しそうじゃない、ちょっとこいつのさ攻撃ケアして前田使ったけどさ、これ使う必要なかったもしかして、もしかしたら使う必要はなかったのかもしれない。まあ、ただここでこいつが耐えてきたらあれなんでね、ああ耐えてきたわ、ああそうだねやっぱ使ってないと耐えれないよね。これちなみに前田刑事は 35% か OK。 まあそしたらここでもう一回、はいこれ使ってでラフィーネも使うと。さあいいぞ、なんか序盤めっちゃサクッと進んでるわ、結構速くない、スピード感があるぞ。さあというわけで、ここもしっかりとねボルケノ君しばいて、はい突破です。火力はねやっぱちゃんと出てるからまあ大丈夫でしょう。まあ今回ねあのプレイナー以外全員あのガドブレ持ってますんでね、はい、アテもねビッグバン武器で持ってますんで、はい、まあ攻防魚の敵がね出ても関係ありませんよということで。オッケー、まあこいつはさすがにワンパンでしょう、レイランさん。
ほら見て、ラフィーネちゃんと火力出てるでしょ。火属性もね、17億出てるし。そうなんだよね、アテンのね、倍率は関係ないんですよ。そう、もう覚醒スキルの暴力です。これが覚醒の暴力。ちょっとソニアもワンパンしたいぞ。ちょっとここ光と闇多めに入れよっか。はい、あ、火も入れるべきだね。いやでも火はあれか、ちょっと迷うな。ちょっと待ってね。まず5色組んでるね、大丈夫ね。はいはい、オッケー。さあコンも完璧。いやー、こいつワンパンしてほしいな。いけ、うわー、ワンパンしていく。さあ8回です。ブリトラ来ちゃったんで、ちょっとここはアテン使いましょう。うん、ここアテン使うわ。で、まあ、十字ですね、十字消し。はい。前田圭司さん、十字持ってますんで、まあ、十字かけていきましょうか。さあ、これでしっかりと二十字をかけていきまして、そして五色も組んでいくと、はい。さあ、これでワンパンしていく。はい、いいですね。もういいぞ。すごいサクッと進んでる。で、あ、オッケー、ティモン引かなかったの結構でかい。まあ、こいつは普通に、もう、いや、こいつワンパン無理かな。いや、こいつワンパンきついか。ただちょっとね、あんましさ、進みすぎてもね、ダメなんですよ。というのも、そう、これ、何がダメかってさ、その、この後のさ、吸収無効フロアがね、ちょっと、あれなんですよ。プレイなところのカーリーのね、威嚇で対応しないといけないんで、ちょっとカーリーのスキル貯めないといけないんだよね。ただ、だからちょっとあんましね、ここ進みすぎてもあれなんで、ちょっとここ一旦ゆっくりめに、攻めますね。はい。これさ、別にあれか、回復組まなくてもね、5色で倍率出るからね。まあ、一旦こんなもんで。めっちゃ削るじゃん。いや、ラビリルのエアかけてないんですけど。まあだったらもう倒すしかないよね。じゃあこれ使うわ。前田圭司のあれをかけたいな。よし、これでしっかり L 字解除しつつ、こいつを倒していくと、ちょっと火力が高すぎ。あ、アテン来た。アテンが来たんだったら、ちょっとこいつで試させてもらおうかい。ちょっとここで一旦適当コンボかまします。いや、別にそんなことせんでいっか。まあまあいいや。じゃあ2ターン待って、ここであれしようか。これさ、たださ、こいつあれだよね、虚無ってくるよね、虚無ってね。だからちょっとここまだラフィーネ使わずに、一旦アテン A 波でちょっと一旦貯めようか。はい。あー、もうパズルミスってるし、何やってんの、ちょっと。やばい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 。何やってんだ、俺。いや、ワンパンできんのか。なんだよ。まあまあいいわいいわ。オッケーオッケー。で、そしたら、ここで、ね、これやってくるでしょ。これさ、ね、こいつが99ターン変質としても、裏のスキルがたまんないってやばくない、これ。まあいいわ。一旦アマジで耐えます、ここ。これすごいよな。まあここは、まあ5色あるんで適当に、まあ闇でも消して、はい。これで一旦耐えます。はい、これで耐えて、で、まあ、この盤面でそのまま突破しますか。オッケーオッケーオッケー。ちょっとね、前の階層でティフォン引いて、なかなかえぐいことされたんだけど、まあ、なんとかね、持ちこたえております。
メだわ、ティフォンの対策だけがもう無理だわ。そうここね、あのルシファー引いてたら死んでたんだよね普通に先生で。さあそしてハクが出ました。この人はまあもう別にもう普通に突破すればいいんで、どうしようかな。まあ別にここ正直耐久してもいいけどね。カーリーがねいずれにしてもまだたまんないから耐久してもいいんだけどね。ここいやでも早めに突破しとくか。こいつも言うて結構めんどくさいし、てかねちょっとこのパーティーさあの暗闇積んでないんだよね。うん一応さプレーナーの聴覚性暗闇にすればさあの対策はできんだけど、なんかもうそれつけるのめんどくさくなってさ、もうあの結局つけずじまいっていう。でちょっと待ってね、暗闇、あただ暗闇解除だけはしたい。大丈夫、色くんどるよね、大丈夫ね。火水木光やん、 OK。 そう暗闇耐性ね 0% なんで、ちょっとあんましね、ちょっとこいつはやっぱ耐久はしたくないんで、ちょっとここはもう突破しよう。ここを突破して、で次の回で2ターン、耐久してからのカーリー使います。あーでもこいつ別にあれだ、こいつはうん別に吸収無効なくてもいいやつだ。まあいいわ、うん、ここで2ターン耐久してスキル貯めます。まあここはしっかりここでこれ使いますね。はい、まあ一応ね次の回で神結び引くとね消せないやってくるんで、そこに備えてねこのプレーナーだとかカーリーはね貯めといた方がいいんで、はい、まあ一旦ここは適当に待ってから、オッケー、じゃあここで突破します。よし行こう。まあここまで来たらね、まあ、あとはもうパズルミスらなければね、もうよっぽどのことがない限り負けることはないと思いますんでね、まあ落ち着いてやっていきましょう。はい、もうこういうさ大事なところでやらかすのが俺だからね。もう昨日の動画ね見た人ならわかると思うんだけどね、もうほんと最後の最後にやらかして全て水の泡にするのがね俺だからね。うわー、その話題に挙げてた神結びがしっかりと出ていくということで、はい、オッケー、じゃあよくしばいてボス行きましょう。ごめん、まさかさ俺神結びの先生が耐えれんとは思わんかったわ。あいつあんな強かったんだね。この勝負お前の勝ちだ。とりあえず5色組んだらいいよね。うん、でまあこいつは半分切ったら回復消せないやってくるんで、まあカーリーなり、プレーナーなり、ちょっとワンパンしないんだね。オッケー、らい火力出しますね、なかなか面白い。まあヨグソトースはねさすがにやっぱ楽勝なんで、こいつはねやっぱりゼロ次元のまあ癒し枠ですね。はい、さあここしっかり6色組んでこいつ倒してボス行きましょう。いやでもねやっぱりサクッといけるね、火力がね出てる、すごい。そうラフィーネサブ入れても全くね問題がないぐらいに火力がねちゃんと出てるから、まあ強いでしょこれは、さすがに。まあアテンと合わせるのがいいのかどうかは分からんけどね。まあただアテンね実質 HP4 倍のね耐久値があるんで、まあちょっと俺はアテンが強いなとは思ったんだけどね。実際どうなんだろうね、ちょっとわかんないっす。紙タイプのさ、まあ別に紙タイプにこだわる必要性はないかもしれんけど、なんか優秀なキャラいないかな、多色で。あれどうなんかね、大王、大王様ってどうなんだろう、大王様との相性はいいのかな。オッケー、じゃあまあここは普通にここで、突破します。はい、もう俺さ最近マジでさゼロ次元しか行ってないからね、もうこのダンジョンのことマジで知り尽くしてるからね。やっぱこのダンジョンがね一番いいわ本当に。なんか何もかもがちょうどいいよねこのダンジョンって。俺本当にこのダンジョンすげえいいダンジョンだなって思うわ。うん、この数秒間に何回ダンジョンダンジョンっつってんだ俺は。
で、まあこいつに関してはもう普通に何の問題もないんで、もうさっさとねやってしまいましょう。はい、あのね、正直やっぱこのパーティーを周回パーティーとして使っていいぐらいにやっぱスピード感があるし、まあ安定感は正直俺が普段使ってるラフィーネ編成の方があるような気はするけど、でもあの火力がねこっちの方が出るからさ、ちょっとこれ何とも言えない感じだね今のところ。そう、このパーティーのねやっぱ課題って吸収対策だよね。そう、今回もさやっぱカーリーのね威嚇スキルをため直さないといけないっていう手間がねちょっとかかってたから、まあそこの対策さえしっかりすればって感じかな。まあそういうとこじゃないですかね、このパーティーの課題としては。なんかミリ残し怖くね、ここ。こんな組んで大丈夫かな。光、ちょっとやめてよ。あ、さすがに大丈夫か、よかった。あの、みんなね、知ってる人も知らない人もいると思うけど、こいつね、ミリ残し発狂あるからね、言うて。まあまあいいやいいや、うん、とりあえずじゃあここね進化前のビッグバン突破しました。はい、 OK です。もうここまで来たら多分ね負ける要素ほぼないんでね。はい、でこいつの半分の大ダメはこの明智やね前田のスキルで耐えていきます。つうかさ、動画さ冒頭でも言ったけどさ、俺明智、ま、なんで俺明智と前田間違えるんだ。確かに明智もねつい最近進化したからあれだけどさ、さすがに間違いすぎだろ。前田さ、今回俺初めて使ったんだけどさ、やっぱ強いね。さっきの暗闇解除もね、アシスト向こうを食らってても全然問題ないし、で火力がさちゃんと出てるからさ、やっぱ強いわ普通に。こんなキャラがいたなんて、しかも超転生にすごいねマジで。ごめんな、今までお前を使ってやれてなくてすまないと思ってる。でね、これさ、今回復力がね、すごいんですよね、このパーティーやっぱ。そう、最初回復力低そうに見えるけど、後がギュインってね、行くタイプのやつだね、これ。うん、もう耐久だと絶対負けないね、この編成は。これ見とってね、見とってね。これで今回復3原子15,952。さあ、これでね、一見回復そうに、回復低そうに見えるけど、7万からかのギュインってね、ギュインってね、21万からまで行くと。はい、OK。はい。よし、じゃあ、ここで、前田使います。さて、じゃあしっかりとここで半分いきましたんで、こっから後半戦参りましょう。まあ特に何のね、滞りもなく順調に進んでおりますが、まあぜひね皆さんはくれぐれもね、いろいろ消し忘れだけはね本当注意してくださいね。うん、今までのね努力がね全部水の泡になってしまいますから、やっぱね多色をね極めようと思ったら、まず色の組み合わせなんてもうもってのほかですよ。話になりませんよそんなの。この後に及んでねそんなんしてるようじゃね勝てませんからね、特に高難易度なんて。わかりました、俺今説教してるんだよ皆さんに。まあね、こいつとの殴り合いを今こなしてますけど、もう負ける要素どこにもないっすねマジで。やっぱものすごいね、この回復力ですよ、やっぱり。これはいいですね、全く。うん。さて、ちょっと色が欠損しとるの。まあ、ここはしっかりと水ドロップを拾っていきますよと、はい。まあ火力は申し分なしといった感じですかね。もうさっきから言ってるけどね、すごいね、早いんだよね。とにかく序盤の安定感がすごいわ。
安定感というかスピード感というかね。まあちょっとでもね、やっぱりこのパーティーにもね、当然やっぱ課題はあるわけでね、ちょっとあれですわ、やっぱ吸収問題がちょっとね、処理がめんどくせえからね、ちょっとそこだけどうにかしたいな。ただね、神タイプでなんか吸収無効持ちでなんか優秀なのあんまいなくてさ、そう、本当だったらね、正月リージェとかも入れたいんだけどね、なんせあいつは神タイプを持っていないからな。さあ、というわけで、最後もね、しっかりと6色組んでビッグバンを倒しましょう。はい、お疲れ様でした。まあちょっとね、相方誰にするかってなかなか悩みどころだけどね、今回まあ正月あてんで使ったけど、まあ相性悪くはないよね。さあ、そしてね、クリアタイム24分54秒ということで、なかなか早くない？ 30 分切れてるからね。まあどうなんだろう、高速周回とか行ったらやっぱ20分切る編成とかもあんのかもしんないけど、結構ねスピード感があるからね、特にさ、その吸収フロア後半のあっこうさ、威嚇で対応してるけど、これもし普通になんかね、吸収無効スキルでパパッとやればもっとね短いタイムでね、もう 1,2 分ぐらい早くできるから、まあなかなかいい編成じゃないかな。というわけで、以上ラビリルを使ってみた動画でした。さようなら。